大上くん愛知佐投げ台、鈴木くん静岡浜松北浜、小笹くん群馬九白、岸本くん新潟分水、前賀一くん広島宮良市立第五、荒尾くん山形酒田第一、鈴木くん静岡浜松日体、中村くん山口国府、松崎くん長野塩尻高陵、井川くん熊本佐敷、北脇くん鳥取南、新井くん群馬富士見、関口くん埼玉坂戸桜、川上くん千葉鎌ヶ谷、横田くん新潟山王、久保田くん埼玉小川東、小沢くん静岡裾野府から、小倉くん岩手見る前へ。以上18名で A 男子3000メートル競争決勝がスタートです。ただいまの投てきはサンタ君大宇田、バックスタンド前、 B 男子走り幅跳びはこの間に5回目の試技に入りました。4回目のまでのところ順位の変動はありません。そして砲丸投げ、ただいまの投てきはサンタ君大宇田、4回目に記録を伸ばし16メートル01、4回目最後の投てきは奥村君泉。まもなく400メートル、400メートルの通過は70秒。砲丸投げ4回目の投てきが終了し5回目に入ります。5回目の投てき、立田君小杉、走り幅跳びただいまの跳躍は鶴屋の小畑君、続いて千代ヶ台陸上スクールの山田君です。先頭は鈴木君静岡浜松日体、そして小沢くん静岡裾野府からです。砲丸投げ続いて久門くん小松、久門くん記録を伸ばし5回目に15メートル58。久門くん4位に上がりました。続いて橋本くん茨城大学附属、走り幅跳びただいまの跳躍は山田くん千代ヶ台スクール、白い旗が上がり記録を計測しています。記録を伸ばせるでしょうか。続いての跳躍は宮瀬くん上上、まもなく1000メートルの通過、1000メートルの通過は3分1秒。走り幅跳びは続いて上上の宮瀬くん、砲丸投げ続いて田島くん烏山、
続いて稲福くん、岐阜池田。走り幅跳びは本田くん、流山東部。ここで先頭に立ったのは特別ナンバーカード6番、荒尾君、山形、坂田大地。砲丸投げ、続いては松田君、極陽。トラックもらいます。先頭はまもなく2000メートル、2000メートルの通過は5分55秒、この1000メートル2分54秒で通過です。砲丸投げ、先ほど16メートル01を投げたサンタ君、大宇田。さあ5回目記録を伸ばして16メートル24、トップとあと4センチ。そして砲丸投げ5回目は最後、奥村君、泉。走り幅跳びは和田君、葛葉西。砲丸投げは6回目に入ります。まもなく残り1周、先頭を引っ張るのは小沢くん、静岡裾野府から。砲丸投げ、続いて久門くん、小松。ここで先頭に立ったのが松崎くん、長野、塩尻、広陵。それに続くのは横田君、新潟三能。先頭は小沢君、静岡裾野府から。その後ろに北脇君、鳥取南。さあ接戦です。砲丸投げ、続いて橋本くん、茨城大学附属。そして走り幅跳びは6回目に入ります。
スクリーンをご覧ください。 A 男子 3000m 競走決勝の結果です。1着は横田くん三能8分41秒65、2着小沢くん裾野府から8分41秒71、3着北脇くん鳥取南8分42秒40、4着新井くん富士見8分43秒38、5着岸本くん分水8分43秒78。6着前ヶ市くん宮原一律第58分43秒89、7着荒尾くん坂田第一8分43秒91。8着鈴木くん浜松日体8分43秒97。9着以下は掲示板をご覧ください。 A 男子 3000m 競走決勝結果確定しました。